こんにちは。今日から新イベントが始まりましたので、それについてです。個人的に楽しいイベントだと思いましたので、ぜひ皆さんも楽しんでくださいね。プレイ済みの方は、よかったら感想などをコメントしてもらえると嬉しいです。それでは、ご紹介していきます。こちらが今回のイベントですね。開催期間は約2週間で、1日ごとにステージが開放されていきます。参加条件は、冒険ランク28、リーユエの魔人任務の完了ですね。獲得報酬として、原石や育成素材等など、美味しいものばかりですね。右下の任務へ進むを押して、会話系から進めていきます。マップにマークが出ますので、大幅カットします。秘境に入ることで、イベントスタートです。こちらがイベント画面で、まず一番重要なのが、右下のポイント倍率です。初回の挑戦では、基本的にマスターで挑んでみましょう。獲得ポイントによって、報酬が変わるからですね。マスターが難しい場合は、難易度を下げていきましょう。では続いて、おすすめ編成、設定などを、ご紹介していきます。前半、後半で、それぞれ4キャラずつ設定できます。左上にお試しキャラがいますので、必要に応じて使いましょう。そして、ここからがこのイベントの新要素で、新章セット、というものが設定できます。キャラの特定の行動によって、パーティ全体が強化されます。特定の行動とは、元素爆発、元素スキル、キャラ切り替えですので、特に何も気にせず、パーティは強化されます。そして、この共鳴の設定方法が、少しわかりづらくて、左側の青い数字のどれかを、1回押した後に、右側の黄色のどれかを押しましょう。最終的なおすすめ設定は、一つ目がこちら。右上の黄色が、元素爆発を強化してくれるので、敵を倒しやすくなると思います。すべての特定の行動で、元素爆発が強化されるわけですね。二つ目のおすすめ設定は、こちら。それぞれの強化要素を、平均的に発動させる方法です。おそらく、最初はこちらの設定から、挑戦するのが、おすすめだと思います。皆さんのおすすめ設定も、ぜひ教えてくださいね。続いて、おすすめ編成についてです。初日の挑戦では、前半後半ともに、風キャラを一人ずつ入れたいところです。特に後半では、誰でも使える、お試しキャラのウェンケを入れましょう。前半には、風キャラとして、スクロース、風主人公もおすすめです。前半は、全体的に妖怪パ、感電パなどが、特におすすめですね。後半は、凍結パを主体にして、ガイアの枠を、お試しキャラの雷電でも、良さそうです。攻略が難しそうであれば、気軽にコメントで質問してくださいね。イベント自体は、どんどん敵が出現するので、早めに倒し続けるだけですね。思った以上に、倒し続けることができるので、爽快感のあるイベントでした。それでは今回は以上となります。プレイ済みの方は、イベントの感想や、未プレイの方は、楽しみ?など、コメントで教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。